映ってるかな、真っ暗かな、また真っ暗じゃなきゃいいな。見えてるな、よかった。見えてないかと思ったで。あれピカチュウいっぱいある、なんで。寒いな。見えてるかな。誰？カジカジ。本当に見えてなかったらどうしよう。え、見えてんの？全然帰ってこないんだけど。コメント。カジの見えてなさそうだな。真っ黒？もしかして。どっち？見えてる。よかった。ということで、カジ島屋です。どうも。お元気？最近、鹿島メガネを買いました。在庫切れでした。お取り寄せになりました。鹿島屋です。ちょっと、ライブ明けだから前髪ボサボサなんだけど、今日もやっていこう。もうどうしてこうなっちゃう？直毛がちょっと出てる。ここ、本当に恥ずかしい。恥ずかしいよ、前髪。いや、元気ですか？ハグツイ撮りますよ。ハグツイはちょっと恥ずかしい。もうスプレーしたい。もうなんかもうどっか前髪止まってくんないかな。ポポ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 ここ。よし。はい、ということで、鹿島です。お元気ですか？鹿島です。はい。ちょっと今日も短い配信になっちゃうんですけど、よかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、鹿島はですね、さっきインスタグラムに、ハマってるというか、インスタグラムを頑張ってます。ちょっと、寒い。インスタグラムを頑張ってます。見てくださってる方、いらっしゃるかな？あのね、なんか、流行りに頑張って、やっぱ乗らなきゃって思って、急なインスタグラムを、いや、もともとやってたんですけど、なんか、本当に苦手で、2ヶ月に1回とかの更新だったり、ストーリーの上げ方とか全然わかんなかったし、そうそう、本当に最近覚えたんだけど、メンバーがあんなにインスタのストーリーを上げてると思わなかった。びっくりした。あんな感じで私生活を上げてるんだね。カジ、ちゃんと使い方できてるかな？うん。ちょっと頑張ってます。私生活、うん、なんか面白いのあげられたらいいなとは思ってますので、メンバーの見てなかった。インスタって開かなくて、全然まず開かない。いや、開いたら1個あげようと思うんだよ。うん、なかなかさ、あ、なんでも嬉しいのかな。嬉しい、それは。インスタをちゃんとやり始めたらさ、ツイッター次おろそかなってきちゃったりとかしてるから、ちょっといろいろ頑張んないとなって。SNS、ツイッターはね、あのね、SNS あんまり見ないんだよね、正直。そうそうそう。なんか通知が来ないと、なかなか、あ、見ますけど、全然見るんだけど、あの、こう、2期の全員の
ツイッター一人一人今日何つぶやいたとかちょっと正直見れてないかもしれない。で、インスタグラムとかも、なんだ、一日開かない日とかあるから、だったんだけど、ちゃんとやろうと思って。まあ、インスタグラム頑張ってお勉強中な感じです。よかった。フォローしてるよ、あみちゃんのも。大丈夫。そうね。SNS の応援してしても届かないのか。え？あのね、タグ付けとか、そうやってしてくれると、全部見てる、それは。めちゃくちゃ嬉しくって。通知は全部見てます。あとなんかこう、リプとか全部見てる。リプ、通知が、リプとタグ付けは全部見てる。だって面白いんだもん。嬉しいコメントはね、見ちゃうよね。ハッシュタグカシマイヤ？たまに見るよ、ハッシュタグカジシマイヤ。でもね、あんま怖いんだよね。変なこと書いてたりするのかなとか思っちゃう。見よう、とりあえず。よし。間違えた。カジシマイヤ。すごい、ハッシュタグでしょ。おぉ！今日撮ったチェキとか結構ある。今日撮ったチェキを載せてくれてたり、写真載せてくれてたりする。ふなかって書かれてる、あみちゃんと。ふなかじゃないよ。すごい、自分の投稿も出てきた。チームしょうもない。やば。え、ニキの今日ツインテールだったんですよ。なにこれ。あ、何ですか？あれ？なんだっけ？これなんて言うんだっけ？キーホルダー？何これ、カジだるまを雪だるまで作った人がいますね。何これ、全然、何これ。わあ、だるまのお酒を飲んでる人がいる。私のキーホルダーいるわ。すごっ。あ、ほんまでっか TV、カジシマーヤ。わぁ、嬉しい。これすごいね。全部カジシマだ。わぁ、嬉しい。あ、カジシマの写真だ。撮ってくださってる。わぁ、これ面白いなぁ。あ、カジちゃん。出るのね、すごいな、たくさんテレビに映ってほしいです。え、優しい、そんなこと書いてくれてたの。泣いちゃうんだけど。カジーがインスタっぽいことしてる、だって。インスタっぽいでしょ。頑張ってます。そうそうそう。あ、千葉県のヤンキー、久しぶりに動いてるカジシマちゃん見たけど、相変わらず一生懸命だった。うおー、弾き語りだ。乗せてくれてるのね。足の指を大事に。ありがとうございます。すごいんだけど。なにこれ、面白い。写真のっけてくれてる人多い。あ、モナレコード言ってる人がいる。いや、嬉しいなぁ。面白いのいっぱいなってるわ。カジのラッタンプ1個。指が1本2本入れ替わるやつ。あ、ラッタンプ1個見ましたか？ YouTube 出ましたよ。すごい面白いね。こうやってハッシュタグ、ハッシュタグカジシマヤ。ちょっとこれからちゃんと見よう。
ハッシュタグカジシマヤはこれから見ていこうと思う。うん。みんな二水にしない。ちょっとカジシマヤのさ、直すっていう字をさ、ちょっと二水で見てみよう。絶対誰か間違えてると思うんだよね。ほら、いた！あら、いた！ほら、いたよ。ほんまでっか TV。うわぁ、それ間違えてるね、みんな。うん、結構間違えてるよ。間違えるよね、これ。そう、結構ね、私も間違えちゃうときあるからね。自分の名前間違えちゃダメだよね。なるほど。あれ？何これ？アイドル似顔絵、アップアップガールズ、過去に木梶島彩さんを描いた。すごくない？え、私の描いてくれたのか、ちょっと見てみよう。YouTube だ、YouTube。あー、見れないわ。この動画は所有者からアクセス権を与えられている場合はログインしてくださいって。え、本人だよ。これ見せてくんないのかな。見せてくれない。見せてくれない。グッズ出るらしいよ。通販らしいよ。あ !109 世代ライバーモデルオーディションのグランプリになった時のやつだね。そうそう。グッズがほぼほぼ決まったんだ。そう、グッズほぼほぼ完成したんだな。そうなの。109でグッズを売るんですけど、まあ、基本的にはネットの販売になるんですけどね、実は。現場販売もあるの、109。109でね、グッズも売るのよ。ほぼほぼ決まったの。ちょっと見る？だるま弁当はないですよ。これはできた。どこまで言ったっけ？どういうグッズが出るっていうのまで言ってないんだよね。ああ、これはでも言わないとこ。なんかね、いろいろグッズがね、出来上がってきました。本決定したものもあれば、仮でこれ決定でいうのもある。もうすぐ全部完成するのかなーなんて。あと一つ原品がちょっと見てないので、ちょっとわかんないんですけど。多分ね、ほぼほぼ決まったかな。その中の一つに、会社がすごいこだわりがちょっと強くって、何度もこう修正というか、すいません、こうなりますか？とか、これどうなりますか？って。いっぱい聞いた、ちょっと楽しみにしててほしいグッズがあったりとかしました。でも基本的には109の方々が作ってくださってるから、やっぱりこうプロだなーってすごい思います。会場のセンスがちょっとあれなので、いっぱい補助していただいたりしたんですけど、1個サンプルができたりとかしてます。これは何のグッズだかちょっとまだ言わないどこって思ってるけど、でもあれだね、カジご利用ししたグッズもあるのよ。カジだよ。カジシマヤ推し推しなのを作ったりしたのと、パッと見、普通のグッズっぽい感じ。パッと見普通っぽい感じで、普段でも使えるようなやつにしてみたり。アイドルのグッズっていうより、なんか自然にどこでも使えるようなものができればいいなと思って一個作ったんです。すごいシンプルなんだけどずっと作ってみましたとかね。ちょっと
いろいろ考え、すっごい考えたんだけど、皆さんが気に入ってくれればいいなって思い、不安もあるんですけど、なんとなくはできたかなって思ってます。なんかそれが、すごいシンプルだから、それに、まあ、自分でアレンジして梶島アピールしてもらったりとかしていただけたら、それはそれすごい嬉しい。何センスはどうだろう、あんまりわかんない。自分はでもすごい自信を持ってる。ありがとう。会社には持っていけると思う、これは。うん。女性の方も男性の方も両方使えそうだし、かっこいい感じにしてみた。私もともとシンプルがすごい好きで、まあ、ちょっとこれ見てもらえばわかると思うんだけど、もうさ、わかる？めちゃくちゃこう、私これくらいシンプルなものが好きだったりとか、もう欲もだけど、こんなシンプルなものが好きだったりとかするんですよ、意外とね。わかる？シンプル大好き人間なんで、シンプルなものにしてみたり。えへ。そうそうそう。だから、シンプルだと足せるしね。もし、あれだと足せるからさ。だから、よかったら使ってほしい。どうだろう、売り残らないことをちょっと、信じてまーす。109。みんな来てね。顔もシンプルで。よく言われる。そうだ。そうなんよ。おい。足してね。ということで、まあ、こんな感じです。明日はですね。ちょっと告知ですね。皆さんお時間あるかな？明日どうだろう。まず、リリースイベントが松坂屋上野店に行って、12時からと14時半からリリースイベントが2つあります。来れる？みんな。そして、タワレコード錦糸町パルコ店ですね。その後、18時半スタートですね。これは、あ、明日は3つとも衣装が違うかもしれないから楽しんでいただけるかもしれないですね。歌人のプロデュース公演はいつでしょうか。楽しみにしていてください。ありますよ、鹿島は考えた。うん、カチカチ君。おかちまちって聞くと笑っちゃうんですよ。ここはね、面白くないですか？おかちまちっていい響きだよね。わかるわかるわかる。まあまあまあ。ということでした。どうでしたか？カチマの配信は。なんか家事どういうの、家事みんなはどういうことしたら喜ぶんだろうってすごい今考えてる。インスタ始めてからすごくどれ載せたら喜んでくれるんだろうって思ったり、どういうこと発信したら喜んでもらえるかなって。私結構なんかプライベートが謎って言われるんですよ、メンバーとかにも。そう、メンバーとかに一番プライベートわかんないって。そうなの？ショールームやってるから、ここはもう馴染みがね、深いけど。確かになかなか他のところって馴染みがない。そう、そうなんで、プライベート割とさらしてる方だと思うの。なんだろうね。なんか、何か最近買ったものとか。メガネ、メガネ。メガネ買ったよ。つまり今だから注文してるからさ。新しいの買っちゃった。いや、メガネはいっぱい欲しいんだよね、やっぱり。
これずっと使ってたんだけどさ、見て。ちょっと曲がってるんだよね。こっちにさ、こうやって。戻んなくなっちゃったからさ。新しいの買おうって。思った。おまでか TV で出たらめっちゃブレイクしちゃうんじゃない それはないと思う、多分。だって会場は一回ほんまでっかほんまでっか TV に出れたこと本当にすごい。でもさ、いや本当にすごい、もうありがとうございます。でもまあちょっとわかんないけどさ、いやなんブレイクブレイクはしないで、そんな出れたことだけで本当にすごい。したいけどそう簡単に英語もじゃないからね。みんな期待してくれててありがとうございます。ちょっと私は放送を見ない限り怖くて仕方ないですけど。まあ。体も不安よ。耳の位置は左右違うんだよ。あ、耳の位置はもともと左右違うんだけど、なんかね、あれよ。あれなのよ。一回踏んじゃったんだよね。で修理したんだけど、ちょっと治んなくてあんまり。足の指は順調？足の指は順調。ちょっとね、ヒールがちょっと高い靴を履けるようになった。トレンドに浮上したりして、え、絶対ないよ。それはわかる、さすがにない。いや、なんで、でも、あんまり放送前にあんまり言うのは良くないな。頑張ります。そう、踏んだらそりゃ広がるよ。何踏んだ。何踏んだ。私なんか言ったっけ、今踏んだって。あ、メガネか。そう、メガネ踏んだの。そう、メガネ踏んじゃったの。泣いた。そうなの、食券さんだよ。なんかみんな来てくれて嬉しい。ありがとう。ごめんね、なんかちょっとゆったりな感じになっちゃってるけど。あっ。あ、牧場物語の経過話してもいいですか。牧場物語はあれです、秋まで行きました。はい。タタ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 タ。あ、あとね、今日ね、帰ってくる途中にアワに入ってるんですけど、アワのプレイリストを作ってました。ビス。ウォールロッタラブ。と、トゥワイス、フィールスペシャル、アイズワン、ビオレッタ、チームシャチホコさん、ウルトラ超マジカルスーパーベリーパワーボール、イコールラブさん、ウォンチュー、ウォンチュー。エビス、私立エビス中学さん。脳症炸裂ガール。プレディアさん、カーテンコール。ビースさん、何て読むんだろう。爽快リズム。全然違うかもしれない。あ、プレイリスト、カジマのプレイリストをちょっと読んでるっていう。パスポさん、ミスターウェンズデイ、ニジコンさん、限りなく冒険に近い様、ゾックさん、断捨離彼氏、カミヤードさん、お控えなすってカミヤードでござる、虹のコンキスタドールさん、
君は無邪気な夏の女王。26時のマスカレードさん。チュル様。カジザベストです。はい。トゥワイス。フェイク&チュル。読めんな。バンモンさん。決めました。フェスティブさん。晴れとけあっぱれジャパニーズ。ニジコンさん、ノーライフベイビーオブジエンド。これなんて読むんだろう。ラスト王子。ラスト王子って読むのかな。プールさんがいるところ。私立恵比寿中学さん、夏だぜジョニー。右手矢印左手ハートさん。恋しちゃおっか。マジカルパンチラインさん。今日がまだ青くても。バンドンじゃないもんさん。青春体ラッシュ。アイズワンさん。ブルーノスアイリス。トワイスさん、ファンシー。おーできたー。どうですか鹿島のプレイリスト。どうですか皆さん、聞けた？聞けたみんな。プレイリストの名前気になったって。俺っていう名前です。え？俺です。俺っていう名前にしてる。ミスターベンズです。ええ、ね、わかるー。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 めっちゃわかるー。カジのプレイリスト。え？インスタで俺って見て笑ったって。え、俺って名前にしたよね。お？みんなのプレイリスト？気になるな。何？に切れてくれるかな？めちゃくちゃ嬉しいな。この中に2機入れるんだったらブルースカイブルース入れたいな。男の子っぽいのあいちゃんって、うん、あ、姉さんのは姉さんで別にあるんだ。プレイリスト家事のもともとプレイリストあるんだよ。みんな見てる？アワのカジシマのプレイリストちゃんと見てる？みんな見てないでしょ。声でか、ほんとマジ響いたわ。ごめんじいちゃん、言いたいだけだけど、いいでしょ言っても。やろうかカジシマアヤノ、カジマアヤノプレイリスト。カジシマ好き好きセットリストっていうのがあるのよ。アワっていう音楽のやつです。そう、まあ、ぜひ3番見ていただいて。え、お気に入りしてくれてる人いなくない？ちょっと待って、これどうやったら見れるの？カジのプレイリストお気に入りされて6人しかいないんだけど。ちょっと待って、6人しかいないよ。ねえ、ちょっと誰かお気に入りしてよ。してくれないんですか？でも44人あれしてくれてる。44再生されてる。本当に、アワやってないって。あ、そうなんだ。アワはいいぞ。好きやでわかりません。そうだ、カチュアプレイリストはそんな知らないよね。だってうちは勝手に作ったんだもん。あ、増えた。リアルタイムで増えた。6人になってる。やばい、めっちゃ面白かった。はい。ということで。面白かった。ということです。まあまあまあ、いや別に
私本当適当ちゃんの申し訳ない、本当は気まぐれっちだからあれだけど、私は好き好きセットリストよかった。気になる？教えてあげる。本当ネクストステージ、夕立ちするザレインボー、アッパーディスコ、青春ビルドアップ、なめんな足ガールズ、ウェイオブアワーライフ、唇はナイフ、アイアイファイヤーです。カジカジカジシマスキスキセットリストですね、はい、うん、です。ねえさですかね、今配信してるとこストーリーであげてるって、はい、あげよっと。ストーリーの上げ方覚えたからね。私は。いこういうことだよね。ショールーム中。こんな感じで上げられるような。みんな見てね。そんな日ふみアルトラ、世界中へメッセージ、ダン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 ダダ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 ダ、できた！頑張って流行りに乗ってる感じにしてます。でした。みんな何聞くんだろう、気になります。音楽アプリは入れてるのかな、まあ、YouTube とかでもいいんだけど、なんかこの曲聴るよ、聴くよみたいな人いるん、なんかあるの気になる、うん、私は最近もうずっとビスさんに、1年前ずすごい好きだったんですよ、1年前に戻ってますけど、ビスさんの曲を聴いたり、フェスティブさん、神宿さんにハマってますね。タイプ音楽アプリおすすめに、アワー以外に、あとアワーしかちょっとダメ、あ、スポーティファイかなと、うん、スポーティファイもね、私よく聞きますよ。グリーズ、あー好き好き、かわいい、かわいいよね。あ、私推しはね、あー迷うんだけど、パンナナさんとももらった、最初知らなかったんですよ。ビスさんに入ってくるというか、こう、ビスさん行って、ギャンバレさん行って、ビスさんなので、あやさん。そうなんですよね。という感じ。CD アマゾンで買ったらって泣いた！ありがとう。あ、この間お母さんにワールドチャネリングを見せました。全部見てたわ、うちのママ。見てた。見せた。一緒に、私、牧場物語って言ったから、隣で。だけど、どんな話しましたって。オープニング見て、あ、ちょっとお下品な番組だってことは分かったって言ってた。で、じゃあ、そこから本編だからって言って、前置き長いなとか言ってて、小峠さんのとこちょっと待ってたの、ちょっと笑ったんだけど。娘が出てるところを、なんかとりあえず見ようとして。出てきたって。見てましたけど。
いやー、面白かったね。ワールドチャンネル見てくださいね、皆さんも。アマゾンプライムで見れるんですけども。なんか、すごい笑ってたのは、私のリコーダーがクッキーさんに食べられちゃった時に、クッキーさんが、歯、ここの、なんか、歯が折れるじゃないかみたいな時、すごい笑ってた。それはピークだった気がする。うちのママで一番笑ってたの。ニックネームバレたね。バレたバレた。どう思ったんだろう、わかんない。あんま聞いてない。気になるな。どうだったんだろう。あ、あと、あれ笑ってた。あれ。奥歯、まえばって踊ってくれって言われたんですよ。目を閉じたーって。なんちゃらなんてててて。目を閉じたーって言うんです。あれ笑ってました。私が一人でやらされてるところ見て。なんだかんだ楽しそうに見てますよ、そのママも。親なのに。なんだかんだですごい楽しそうに見てました。のでよかったら見てください。ワールドチャンネルリンクです。ドクテさん姉妹も見てました。なんかちょっと首かしげて見てました。よくわかんなかったよって言って。ほんまでっか、家族みんなに見たから。どうだろう。あ、どうかな、わかんない。録画してあるみたいですよ。まあ、とにかく Amazon プライムで見ていただけたら嬉しいです。という感じですかね。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。明日はリリースイベント、上野店と、錦糸町でありますので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。そして、インスタ、ツイッター、ちょっと最近頑張ってやってます。見てね。明日は朝5時、元だな。6時、逆だ、4時半くらいに起きるので、家事が早く起きるかどうか楽しみにしていてください。お手洗い弱点の以上です。ありがとうございました。私の山びこが聞こえてくるってこと、まあ見てたな。ママ、どうだった？ワールドチャネリング。なんか、ママライブ見てんな。なんかライ、あ、なんかのライブ映像見てるな、あれ。すごい、この夜に すごい、バコバコ言ってる、ちょっと。軽く。休み。